はい、続いてのコーナーは越境補助金活用法ということでスペシャルゲストをお招きしました。中小企業診断士の早坂雄二さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。初めまして。早坂さんね、はい、家も近所だし、そうですね、まあ、よくね、はい、酒飲み行ったり飯も食うし、よく越境も一緒に、よく海外も行ってるし、海外旅行も一緒に、だから意外と、うん、このワールドインベスターズ TV 実は今日初登場なんですっていうの意外とびっくりしちゃって、ね、意外と意外でございました。びっくりしました、はい、でしょ。で早坂さんといえば、もう日本の補助金助成金の受給率おそらく日本のトップ5に入るんじゃないかっていうぐらいの本当ですか。僕の情報だと一応だいたい申請した補助金の受給率だいたい半分、うん、50% ぐらい、すごいですね。2つ出したらそのうち1つは必ず受給されるっていう、うん、すごい。だ日本の中小企業にとって、まあ、海外進出でお金が足りないっていうところにとってのもう救世主ですよ。うん、そうですね。ね、ありがとうございます。いやすごい確率ですね。すごい確率ですよ、うん、打率5割ですから5割、うん、もうちょっと上かもかりません。もうちょっと上、多分、ね、5割の人は結構いると思います。お、ね、もうちょっと頑張ってます。もっと上なんですね。すごいですね。でやっぱ情報量もそうなんですけど、まあ、うん、やっぱりそのノウハウとかコツをね、うん、もうかなり抑えてらっしゃるんで、うん、でいろんな種類の補助金があるじゃないですか。ありますあります。今日はその中でもこのワールドインベスターズ TV ご覧の皆様は、はい、海外で事業展開したい、事業拡大したいとか、うん、展示会やりたい、マーケティングやりたいってね、はい、まあ、そういうニーズ強いと思うんで、海外の海外進出の補助金に特化して、ね、はい、今日お話しいただこうと思います。わあ面白いですね、はい、でもね時間が15分しかないんで、そうなんです、続きはセミナーです。あ、そうですね、ね、はい、そういうことになりますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、まず早坂さんご自身も海外あちこち行かれてると思うんですけど、そうですね、はい、やっぱりその日本企業のニーズとか、うん、日本商品のなんか海外勢のこの思いとかってすごいやっぱり強いものを感じます、はい、そうですね、もう非常に多いなと思うんですけれども、うん、当然日本の製品も品質高いということなんですけども、うん、私が今やっている事業で、日本の歯科、はい、歯の、ね、歯科ですね、はい、それをまあ海外に持っていこうっていう、奈良公園にいるこの歯科ではなくて、おせんべい好きなではないんですけど、歯医者さんの歯科ですね、はい、そちらの方はまあ海外にっていうので、やっぱり日本の医療技術とかもかなり着目されていて、うん、仕事としては進めやすいなと、うん、やっぱり興味持ってくれる方多いですね。あとどんな業種がやっぱりその海外にこうって進出していったら面白いんじゃないかなと思います。あ、そうですね、まあ、医療系もあると思うんですけども、あと意外とやっぱりサービス業、飲食もそうですけれども、そういったところっていうのはとてもニーズがあると思うんですけども、うん、なかなか、日本人がこう、ね、出て行きにくいというね、うん、状況もあるので、例えば、うん、エステとかね、サロンとかマッサージとか、うん、そんなのもいいかもしれませんし、うん、床屋さんとかもいいかもしれないですね。そうですね、床屋さんなんて、ね、うん、上海とかでものすごい大ブレイクですもんね、日式理髪店みたいなのが、うん、そうですよね、はい、なので日本初のサービス、その特に日本人 の, この器用さを、うんうん、活用したようなサービス業なんていうのも僕は面白いと思うんですけど、ね、でやっぱりそういうのが海外で求められてるっていうのが、やっぱり日本国政府を挙げてやっぱ認識してきてる今段階にあって、安倍首相のね、やっぱりその、まあ、クールジャパンから始まって、はい、日本の商品やサービス海外にみたいな動きになってるわけですね、はい、うん、そうですね、それの表れがもう本当補助金とか助成金とかに出てきてますね、うん、はい、今どうしてもインバウンドがかなり、まあ、盛んなので、はい、皆さんインバウンド対応はしたいと、うん、いう方多いんですけども、オリンピックに向けて、そうですね、うん、でもやっぱり先々見せるとやっぱどんどん出ていくことも見据えて動いていかないと、うん、まあ、いつ観光客もねいなくなるか分かんないので、そうですね、やっぱり自分の力で日本以外でも稼げるっていう、うん、そういうのなんか応援していきたいなっていうね、うん、ことですね、うん、ある意味日本もそういう意味で岐路に立たされてますもんね。そうですね、少子高齢化とか加速する中でね、はい、そう思いますね、うん、で今日はちょっといくつか資料をご用意いただいたんですけど、はい、あ、はい、そうですね、越境補助金、そうですね、越境補助金ということでいくつか、はい、で資料をご準備できたのは、準備できたのはこれだけなんですけれども、他にもいくつかあるので、うん、ちょっと口頭も踏まえてなんですけども、うん、これは小規模補助金というものになりまして、販路開拓に対して、まあ、最大、原則50万ということですね、うんうん、で補助率っていうのは3分の2で出てると思うんですが、うん、まあ、使った金額がの3分の2が最大戻るので、うん、まあ、75万円以上使って50万円が後から戻るっていうね、うん、まあ、補助されるというものになります。で対象
費用のところなんですけれども、うん、これがもうまさにさっき石田さんがおっしゃった、うん、まあ、越境してってほしいという表れなんですけれども、うん、まあ、海外の市場調査とか、うん、広報費ホームページなんていうのは出るんですが、これあれですか、海外渡航費宿泊費って書いてありますけど、これ航空券とかホテル代がもらえるってことですよね。まあ、一般的なエコノミーの金額と、あと上限は決まってる、エリアによって決まってるんですけど、1万とかで決まってるんですけれども、はい、まあ、上限内であれば大丈夫と、うん、3分の2補助されるというものですね。うーん、で注目は一番下なんですけど、尾行のところですね、うん、はい、雇用増加、買い物弱者、まあ、これ日本が取り組んでるものなんですけど、もう一個やっぱ海外進出っていうことで、うん、展示会出展とか、うん、まあ、あと商談会みたいなのも生まれるんですけれども、はい、それに取り組む場合は50万が100万にアップするということですね、うん、3分の2だから150万円以上使って100万という、まあ、枠がこう上がるということですね。その展示会出たいとかっていう方はとってもいいんじゃないかなと。この展示会というのは日本と海外、海外の方ですね、海外の方の海外での展示会、そうですね、そうですね、日本だけだと50万で収まっちゃうのが、はい、海外行くと100万になるということですね。これアゼルバイジャンで展示会企画しますか。そうですね、でそこに皆さん出展してもらえれば出る可能性があるということですね。早坂さんはアゼルバイジャンの展示会を経験されてるんですよ。です、ね、私自身も自分の会社でね行ってますし。そうなんですか。2年前、そうですね、2年前でしたっけ11月、ね、11年半ぐらい前か、はい、うん、あれ以来アゼルバイジャンも大好きになって、ねえ、何回も行ってますよね。行ってますね。アゼルバイジャン好き。子供連れて。うちの子もまだ行ったことないの。早坂さんの。そうなんですよ、ね。そうなんです。今2歳ですけどね。当時1歳とか何ヶ月の時のね、連れて行かれて。うん、いやで早坂さんアゼルバイジャン もう何回も行かれてるし、はい、展示会のご経験もあるから、うん、なんかこういう展示会とか僕らで多分主催して、で、ね、はい、で補助金もらいながらね、うん、ご参加しませんかっていうのはあるんですよね。面白いと思いますね、はい、うん、で今の展示会っていうキーワード出てたので、もう一個あの実はほやほやの情報があるんですけど、ちょっと資料間に合わなくて、はい、あ、これ見てる方ちょっと、ね、ですね、ラッキーですね、ラッキーですね、うん、補助金ってあの結構条件満たさないと採択率とかも低かったりするので、うん、もらえない方とか、まあ、結構多いんですけども、うん、この展示会の補助金は東京都限定なんですが、うん、条件満たせば、まあ、必ずもらえると、ということで必ずもらえる、まあ、早い者勝ちですね。一言で言うと早い者勝ちの補助金が、それはいつから、4月のですね、1日から募集開始ということなんで、4月の1日から募集、もうすぐですね。そうですね、今週、はい、来週、今週ですか。で条件さえ満たせ ば必ずもらえる補助金、ね、はい、これ結構珍しいんですよ、補助金の中必ずもらえるってなかなかないですよ ね、 すね、あのシールペタペタ貼ったりしないといけない必ずもらえるっていうのは山崎さんのね、お皿がもらえるそうそうそう、あの類ですね、条件満たせばそんな女性聞いたことないです ね、 そうですね、珍しいです、珍しいですね、珍しいので、まあ、予算がなくなり次第でもう終了なんですけども、いやそれはもう、うん、急げっていう感じですね、はいはい、であの詳細はセミナーでまたねお話しするんですが、うん、1個だけ、あ、2個かな、うん、東京都っていうのもあるんですけども東京都、あとはあの決算書並べていただいて売り上げが下がってないといけないっていうね、ちょっと変な補助金なんですよ、前期と今期比べて下がってること、下がってないといけないですね、うん、だ下がってるから展示会出る人応援しますっていう補助金なんです。なるほど、なるほど、で売り上げが前年比で下がってて東京都の会社は必ずもらえる、そうですね、チャンスありですね、はい、わー、で、あと細かいところはまたセミナーでね、ご案内しますけれども、セミナーはいつでしょうかね。いつ4月の、7日ですかね。はい。私セミナーやらせていただくので、はい、ぜひぜひ。文京区のシビックセンターですね。ちょっとこちらぜひちょっとこのチャンスを逃さないでいただきたいと思います。絶対もらえる、ね、聞きたいですよね。なので、まあ、こういう情報を、知らない方がね、やっぱり多いので。まあ、私みたいな専門家が発信して今ね頑張ってるところなんですね。まあね、うん、日々普段の仕事してる中で、うん、この情報をなんか毎日毎日追いかけてるわけにはいかないですからね、本業があるとね、普通の人は、ね、なかなかね、なのでまあそういったところはお任せいただいて、ね、はい、ということですかね、心強いですね、はい、ちなみにちょっともうちょっと聞かせてほしいんですけど、はいはい、今の補助金っていうのはいくらぐらいまで出る、あ、それがですね、今年金額が実は上がって150万という金額です、うん、150万円、150万、これも3分の2が補助されますんで、うん、225万円以上使うと最大で150万、うん、ということです、ね、去年までこれ100万だったんですけど、そうなんだ、まあ、それもやっぱ
国のね政策の表れだと思うんですよね。アンジュも行った方がいいよ、セミナー。本当です ね、 そうですね。ちょっと4月なのかスケジュールちょっと今見て、はい、ていただいて、うん、であとは創業される方の補助金も今年、うん、まあ、ちょっと予算が減ってるみたいなんですが、うん、まあ、創業補助金というのはまたありますんで、うん、それもあの海外の渡航費とか展示会の費用は対象になるので、うんうん、その創業時がうちの会社でも自分でも取って、うんうん、とてもいい補助金なのでぜひ皆さんに使ってほしいなと思ってますね。150万の補助金もらえれば結構いろいろとできますよ。そうですね、そうですよね。かなりもう1回展示会出て、まあ、十分な費用は充当できるんじゃないかなと思いますけどね、うん、そうですね、はい、1回補助金ねもらって、うん、海外にまず出てみて、そうですね、展示会に出てみて、はい、ぜひぜひぜひ、そうするとね広がりますよね、うん、そうですね、きっとね、うん、ちょっともう一回セミナー案内を出していただきたいんですけど、こちらです、4月の7日19時から、21時で文教、これ東京シビックセンターって書いてあるけど、これ文教シビックセンターですね、多分ね、春日駅の春日の、はい、ね、上のところ、ね、詳しくはあの越境会のホームページに詳しく載ってますんで、そちらご確認いただいて申し込んでいただけたらと思います、はい、もう本当今年チャンスですね。そうですね、海外進出はまさに、チャンスだと思います。ようやくこの海外進出の時代がやってきた、はい、やってきましたね。ようやくやっと時代が追いついてきました、追いついてきた、国もやっと追いついてくれたっていう感じですね。ですよね、あの本当最初言ったようにもう早坂さんのこの補助金、はい、助成金のやっぱり受給率も半端なく高いので、うん、はい、ちょっとぜひもうこういうのを活用したいって方は早坂さんの方にご相談いただけたらと思います、はい、まずはこの4月の7日のセミナーに来ていただければ、いろんなもうあのほやほやのね、まだ外には出てない、うん、今言った必ずもらえる補助金のお話なんかも聞くことができますんで、はい、そちらぜひ4月の7日ご参加いただきたいと思います。はい、します。もうこういうのを、ね、徹底的に活用して日本の企業もどんどん熱狂するべきですよ、うん、そうですね、うん、はい、なんかこうきっかけにぜひねしてほしいなと。そうですよね、そうですね、で一度行ってその海外の現場を見ると分かりますよね、あの熱気とか、すごい楽しいですよね、次いつ行こうかなって、そう、どんだけチャンスに満ち溢れてるんだっていう、海外は実は海外は、そうですね、まあ、そういうのことをもう目の当たりに感じるためにもね、はい、もうこういうのもぜひ活用していただきたいと思います、はい、そうですね、うん、はい、ということでぜひいらしてください、はい、4月の7日です、はい、こちらのコーナーは、越境補助金の活用法ということで、中小企業診断士の早坂雄二さんにお越しいただきました、はい、早坂さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、また来週、はい。